はい、アンディです。またです。今回も大村さんとお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、今回もですねタイアップ企画の、はい、ルーフさん、はい、千葉の山武市ですね、はい、お届けしております。ルーフさんについての情報は概要欄ぜひご覧ください。まあこの古民家のねいい感じの、うん、なんですかこれは縁側こちらをちょっとお借りしまして、今回のテーマなんですけども、はい、僕らの1年の振り返り、はい、これをねちょっとそれぞれの目線でやっていきたいなと思っております。はい、でまずね僕のチャンネルということで、まあ、僕の振り返りからいきたいんですけど、ちょうど、7月10日が村田さんがライカ Q2 を僕に見せてきたまさにその日なんですよ、ね、京都に行ってはね。そうなんです、京都で僕が展示会を開催している時に、アンディさんちょっとこれ見てくださいやばいっすよって言って持ってきたのがライカ Q2 だった。はいはいはい、でまあその時撮らせてもらった衝撃にスタートして、まあ、元々ライカ好きで気にはなっていたっていう前提はありつつも、あの写り、うん、まあドハマりしましたよね、うん、あれがちょうどねだから丸1年前なんですよ。あ、多分これの動画が出てる時がまあ7月真ん中ぐらいだとは思うんですけど、7月あと3日で7月10日、うん、今日は七夕なんでね。そうですね、っていうことを考えるとちょうど1年、いやすごい感慨深いものがあります。激動の1年でしたね。激動ですね、はい、激動すぎましたね。で、まあ、まずはそのライカ Q2 村さんが持ってきて僕が手にしたとこからスタートし、あの時僕は100日考えて、100日後に欲しかったら買いますっていう宣言したんです。本当に欲しいなと思った一方でやっぱ値段もね、そうですね、安くはないので、はい、本当にいい値段するやつなんで。ですがまあ気がつけば30日後には手にしていた、はい、3分の1でしたね。3分の1でした。8月10日にはもう持っていた8月11日にはそれを手に天の橋立の方に初めて持っていったっていうのがね。で帰れなくなったんですか。そうです、はい、豪雨で大雨で、うんうんうん、でもその大雨の時もやっぱりあの防塵防滴ライカ Q2 のパワー、うん、それを感じることができて、うん、本当大満足した覚えがあって、それがね本当全ての始まりだったっていうところなんですよね。そうですね。そうですか。いやでもそこからの変わりようと環境、周りの環境の変化もそうだし状況の変化もものすごいじゃないですか。いや圧倒的だったと思います。いろいろ変化したことを挙げていくと多分まあキリはないんじゃないんですけど、まあ、一番最初に僕が変化したのはやっぱ写真に対しての向き合い方だったんですよね、うんうんうん、で、まあ、その時はライカ以外だとα7-3を持っていたと、はい、でただ撮るだけっていうのはまあ一応やってはいたんですけど、なんかそこまでこうのめり込んでめちゃくちゃいい写真撮りたいですとか自己表現に使いたいですみたいなやっぱイメージまではなく、うん、それがガラッと変わったのがやっぱライカ Q2 の存在で、これを手にすることによってものすごくやっぱこう写真に貪欲になったと思ってるんですよね、はい、でそこから村さんとじゃあこの展示会でもやりますかっていうような話に発展したのはやっぱ Q2 があったからこそ、うん、やっぱα7-3で展示会やるとは思ってなかったと思う。あ、その辺がまず1個目のなんかこう分岐点みたいな感じ。そうですね、そうですね。2つ目はライカ Q2 を買ったことによってライカ店さんからあのライカ その撮影講座みたいなのがありますよってお知らせが来て、でそこで、まあ、やっぱもう上手くなりたいというモチベーションがあったので早速申し込んで行ったんですよ。で行った時に講師をされてたのが南雲明彦さん、はい、フォトグラファー写真家の方で、まあその出会いで本当に僕が好きなこういう風な作品撮りたいなと思ってる延長線上にいる作品を撮られる方っていうところもあって、すごくこう貴重な体験でいろいろと学んだ時に使ったのが SL2S だったんですね、はい、これ、うん、いますね。で Q2 ももちろん良かったんですけど、その時この子にまあ惚れ込んで、うん、でそれはさすがにでも3ヶ月ぐらいやっぱ悩んでたと思うんですよね。なんとなく欲しいなって思う思いもありつつ、でもまあなっていう中で、まあ、M を見たりとかなんだりかんだりいろいろやってる中で、結局いや僕はこれやっぱ欲しいっすってなって、うん、α7-3かこっち乗り換えてっていうところが今年の頭、うん、1月ですね、うん、なのでライカ Q2 から4ヶ月5ヶ月ぐらいでこいつが手に入って2代目入りました。入りました、はい、ということだった。で、はい、早いっすよね、はいはい、まあでも満足してる一方で、まあちょっとこのレンズの重さはちょっとさすがに持ち歩きに辛いと、やっぱ僕は日常の中でいろいろなものを切り取っていきたいっていう思いの中で Q2 はすごい良かったんですけど、これも持ち歩きたいよねって思ってるところで、レンズをじゃあやっぱり欲しいよねって、まあ村さんのズミルックスを借りたいとかしながら、これもね動画いっぱい出てるんでね、ぜひ見てもらいたいんですけどね、まあとにかくいいレンズだよねっていうところから始まり、それを、3月か4月かに今年ですね手に入れたの。でそのタイミングでなぜかライカ M11 を予約しているっていう
まあ、値段が上がる前に予約した方がそうですね、そうですね、買うか買わないかはその後の話なんで、そうですね、うん、そうだな、でなったらなんかゴールデンウィークぐらいにはお世話届いたっていうことで、うん、結局そのレンズからの M11 っていう、うん、流れ、これが、ちょうど先月、先々月、2ヶ月前ですか、そうですねアホっすね1年で Q2 が買ってなくなったっていう、なくなった、うん、で Q2 も手放しましたからね、 M 型を手に入れるときにこのさよなら Q2 っていうタイトルの動画もぜひ見ていただきたいんですけど、そうですね、泣く泣く手放した、まあ、ここまでがライカ変遷の怒涛の流れと、そうですね、でさらにそれだけではとどまらず、うん、まずライカ展、ライカで恋してっていうライカ展をやったことによって写真家の野村誠一先生とつながるという、うん、まあちょっと普通では想像できないようなつながり、まあ、やっぱライカが縁をつないでくれるっていう、うん、それを再現したような回だったなと思うんですけども、でおかげさまで今でもこうよくお声かけいただいて、気にかけていただいてですね、ちょっとなんかますます今後面白いことができるんじゃないかというようなフェーズに入っていますので、この辺とかもねできれば、そうです ねちゃんと告知したいですね、近々告知できるように頑張りたいなとは思ってはいますけど、うん、はい、それが1点と、でさらに、さっきあの京都店で南雲さんに教わったという話だったんですけど、たまたままた村さんもインスタグラムで南雲さんとつながっていて、で先日南雲さんが展示会をやってるということで、うん、あのまあ、それぞれ別々だったんですけど遊び行かせていただいて、でいろいろともうお話伺って、まあ本当に面白かったんですけども、うん、まあ、そんな中で、まあ、ちょっとねあの YouTube 企画にお誘いできないかなということも我々も考えまして、今声かけをさせていただいている最中っていう感じですね。この辺もねちょっともう本当に僕の中では尊敬する憧れの写真家っていうところもありますんで、うん、なんか一緒に面白いことできたらいいなっていう、本当にすごい気さくでいろいろ教えてくださってね、本当に勉強になる写真家なので、いやーめっちゃ楽しみだなと、そうですね、いうところがまあこの1年のハイライトって感じですかね。超ハイライトですね、でも、はい、もっと濃いけどハイライトですね、そうポイントで、でまあ最終的な僕の感覚ではあるんですけど、やっぱりこうライカっていうやっぱマスターピースがあったからこそのスタートが一つ で、ね、うん、であとやっぱね一人でここまで絶対来れなくて、うん、やっぱ村瀬さんも YouTube やっててライカ持っててみたいな、でお互いこうなんか楽しみながら更新し続けてきた、で気がつけば1年みたいな、そうですね、でもちろんその楽でもないですし、動画ずっと作り続けるとか、うん、ネタ考えるのもありますし編集も時間かかるし、うん、結果ね心折れかけたことももちろんゼロではないんですよなんなら結構僕は 2,3 回ぐらい心折れかけてるんですけど、まあ、それでもやっぱ一緒にこう走っていく仲間がいる、で、写真上達3つの F っていう話を昔動画で僕出したんですけど、うんうん、出しましたね、やっぱフェロー仲間がいること、うん、でフォローって言って追いかける先がいること、うん、まあ、今回でいくと本当に野村先生とかやっぱ南雲さんとかやっぱそっちの存在なのかなと思ってますし、で最後にフローっていう話をしてて、やっぱ情熱をどんだけ燃やし続けられるか、うんうん、素晴らしい時期でしたね。いや本当に素晴らしかったと思う始まりの夏ですし、本当ですよね、ここからいよいよセカンドステージっていう ねまたこれ2020年年末に向けて、うん、怒涛の展開が待ってる気がするので、待っていてほしいし、そうです、ね、まあ待たせますよね、そう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 、そっち行くんで待っててくださいって感じだと思います、はい、いや本当に、まあ、ただ細かいところでいくと本当展示会もそうですし、まあ、次も9月もやろうと思ってますし、うん、あとまあ本当はルーフさんみたいな、ね、素敵なところとのタイアップができたりとか、うん、結構いろいろなあの細かいことで言うとレンズフィルターとかもタイアップいただいたりとか、うん、本当になんかちょいちょいそういう新しい絵につながってる、うん、本当ねライカおよびやっぱ YouTube、うん、でまあ、本当に周りで一緒にこう走っていただいた仲間とか視聴者の皆さんの本当おかげだなという思いですね、うん、なかなか夏にこんなねまとめの話するの珍しいんで、うん、ちょっと基本的にはよくわかんないですけどまあでも本当感謝と、あとはまあ本当引き続き情熱を、そうですね、はい、燃やし続けていきたいなという決意表明ですね、はい、といった感じでございます。そんなアンディさんの1年ハイライト、はい、いや濃かったな、濃いっすよね、濃いっす、めっちゃ濃いです。ちょっと次ぜひあの村瀬さんの振り返りをね、はい、村瀬さんの方のチャンネルでもやっていきますんで、はい、よかったら過去の動画とかもぜひ ね、ちょっと飛びながら見ながら、はい、早送りで見てもらえればね、あこういうことねっていうのが多分いっぱいわかると思う、うん、きっとね楽しんでいただけると思うんで、ね、はい、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです、はい、チャンネル登録もお願いします、お願いします。それではまた次回の企画でお会いしましょう。